全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部のタックです。よろしくお願いします。寒いですね。さあ、今日はですね、最近挙げた犯人が事件後にツイッターに投稿していたみたいな動画あったと思うんですけど、その動画がミリオン再生いったみたいなんですけど、なんかちょっと調べたら TikTok に転載されて話題になったみたいでして、 TikTok で見た VS いやタックの動画だろうでバトルが起こってました、ね、いいぞもっとやれ。で、本日なんですけど、引き続きまたまた事件系の動画になります。今回もかなり内容が過激なものになりますんで、心の準備をしてご視聴ください。この事件内容が、とある事件の犯人が逮捕された後、掲示板に書かれたある投稿がこれ犯人が書いたんじゃないのかと憶測を呼んで話題になってるものです。結構最近起きた事件なんで、事件の概要をまずは説明したいと思います。この事件が起きたのが2018年の5月、世間ではゴールデンウィーク真っ只中、ある雨が降っていた日のことです。新潟県新潟市の路上にて、何者かが小学2年生の少女を軽自動車で跳ねて連れ去り、わいせつな行為をした上、首を絞めて殺害、遺体を線路上に放置して電車に引かせ隠蔽しようとしたというね、これとんでもない事件です。この事件の1週間後、犯人は逮捕されるんですけど、その犯人というのが、この遺体遺棄現場から約70メートル、少女の自宅からは約100メートルのところに住む無職の小林遥という25歳の男でした。実はこの小林という男、自宅が現場から近いだけじゃなくて、事件の約1ヶ月前にも女子中学生を連れ回した疑いで書類送検されてたんですよ。さらに小林は事件当日は会社を無断欠勤、その後も仕事を休んでいただけではなく、事件があった時間帯に現場付近を車で通っていたということが確認されています。この事件で小林は殺人と強制わいせつ致死、わいせつ目的略取、そして死体遺棄、死体損壊のほか、所持していた携帯から児童ポルノが出てきたことから児童売春、そしてポルノ禁止法違反の罪で起訴されました。かなり多いですよね。小林はわいせつ行為はしていない、首を絞めたのは静かにさせるためで殺意はなかったと一部容疑を否認しています。はい、とまあこれ以上が事件の概要にはなるんですけど、最近起きた事件の中でも突出した悪質な事件ですよね。こういった問題がどういう社会的な背景で生まれてるのかっていうのを突き止めていかないといけないですよね。ただこの事件、後日談がありまして、この小林の逮捕を受けてネット上である投稿が注目されました。それがこの事件が発覚した直後、2チャンネル、現在5チャンネルですね、そこに投稿されたあるユーザーの投稿です。この事件が発生して報道された時に、この事件を取り上げて真相を憶測するというスレッドが立ったんですけど、そのスレッド内でそのユーザーはじめに、絶対に許さない、本当に悔しい、涙が止まらない、許さないと書き込みを行います。このような憶測に関するコメントが多い中で、突然感情を表したこの書き込み、そしてその2分後にこのユーザーは続いてこちらの投稿を行います。犯行時代も残虐だし、人間としてありえない行為、早く捕まえないと繰り返される、警察頑張れマジで。はい、まあこれ一見何の変哲もないこの投稿なんですけど、気づいた方はいると思います。そう、この各行の頭文字だけを取って縦読みすると、犯人は K、 逮捕された男は小林遥で、イニシャルは確かに K だったんですよ。ただこれは内容を見るからに偶然的にそうなったんじゃないのかというふうに言われます。ただこのユーザーは続けてこのような書き込みをします。マジで早く捕まえてほしい、断固として許せない凶悪事件だよ、血も涙もない、カメラとかで犯人撮られていないのかな、車のドラレコとか、人間のやることじゃない、命を守る、ルールを守る。これも先頭だけを取って縦読みしていくと、まだ近くにいるとなります。さっきも言いました、この小林は遺体を遺棄した現場から約70メートルのところに住んでいたんですね。そして最後にこのユーザーはこのような書き込みを行っています。駐車場、車、無念、夜、なぜ。これを縦読みしてください。チクるなよ。はい、この一連の書き込み、これが行われた当初はほとんどね注目されていなかったんですけど、逮捕された後にこの書き込みと共通する部分が多すぎるということでネットで話題になったんですね。このユーザーは実は事件の真相について知っていたんじゃないかっていう憶測が相次いでるっていうことなんですね。関係者じゃないのかとか思われてたんですけど、最後の投稿から実はこの犯人が自分で面白半分で逮捕前に投稿したんじゃないかと言われてるんですね。最初の書き込み、犯人は K に関してはイニシャルが K なんてありふれてると思うんですけど、まだ近くにいる、こっから背筋が凍りますよね。実際真相ってのが分かっていないんですけど、もし犯人ならこんなことしておいて縦読みを投稿する、とんだ愉快犯だなとね、ゾッとする事件ですよね。真相を知るのはその米主だけということでございます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は2018年のゴールデンウィークに起きた残虐な事件と、その後話題になったネット上の書き込みの紹介でした。まあ僕はいたずらじゃないかなと思うんですけど、そういったいたずらだとしても悪質すぎますよね。ほんとこういう犯罪を犯した人は一生罪を償ってくださいという感じですね。ただこういった歪んだ人間が何かしらの背景でこうなってるっていうのも事実だと思うんで、そういったところにも目を向けていかないといけないですよね。はい、ということで今日は以上です。皆さん今日は寒いんで暖かくして寝てください。おやすみなさい。